皆さんこんにちは。レースクイーンの澤すみれです。車好きなあなたに車の知識と情報をお届けする RQN レースクイーンニュース、ご覧になって気に入ったらいいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。世の中一大キャンプブームですが、もちろん自動車界でも絶賛ブーム到来中です。その中で今最も熱いのが軽自動車での車中泊キャンプ。軽なんかでと思いの方、ぜひ最後までご覧ください。もちろん価格がマイルドなのが人気の秘密ですが、それ以上に軽ならではの素晴らしさがあるのです。今回はキャンプに弱いとされる軽自動車のストロングポイントをお伝えするとともに、今キャンプに人気な軽自動車5台をご紹介いたします。まず軽自動車はキャンプに向いていないという巷の声を私沢が論破していきたいと思います。軽では荷物が積めなくてね。確かに昔はそうでした。軽自動車の規格が定められた昭和24年、軽自動車は長さ 2.8 メートル、幅1メートル、高さ2メートル。これではさぞかし狭かったでしょう。しかし、平成10年の車両規則の改正で、長さ 3.4 メートル、幅 1.48 メートル、高さ2メートルとなりました。実に長さ60センチ、幅は48センチも広くなっています。また、近年の軽自動車は車内空間も広く設計されています。ですので、こちらの巷の声は少し時代遅れと言えるでしょう。軽の排気量じゃ山道走れないでしょ。確かに、今も軽自動車の排気量は 0.66 リットルと普通車の半分以下です。しかし、以前よりも圧倒的な軽量化が進み、その分走行性能も改善されています。また近年のキャンプ施設は道路整備もされています。よほどの秘境でなければ軽自動車でも立派に目的地に到着できるでしょう。だって軽じゃ4人しか乗れないんでしょ。おっしゃる通り、軽自動車の乗員は4名までと定められています。しかし12歳未満のお子さん3人を乗せ、大人も2人乗員できます。ファミリーなら十分対応できる乗員です。え、子連れじゃなく大人と行く？そもそもそんなに友達いるんですか？ではここからは軽自動車でのキャンプのメリットをお伝えします。メリット1、オートキャンプ場の区画が広くなる。多くのキャンプ場は区画が定められています。車も敷地内に停めるオートキャンプの場合、車の大きさはすなわち自分の領土面積に直結します。テントやタープ、焚き火スペースなどを考えると、広めの区画でも物足りないくらいです。これが軽自動車ならば、駐車スペースを最小限に、テントスペースを広く使うことができます。メリット2、ガソリン代が安い。実は遠出するキャンプこそ燃費がいい軽自動車のストロングポイントが発揮されます。ランドクルーザーなどの大型の車はリッター10キロを軽く下回ります。一方軽自動車はジムニーを例にとってみますと、だいたいリッター15キロぐらいです。軽ならば同じガソリン代で 1.5 倍遠くに行けるということになります。メリット3、キャンプギアに投資できる。先ほどのガソリン代だけではありません。軽自動車は各種税金、車検費用なども安く抑えられます。キャンプ道具にお金を使いたい方にとっては、浮いたお金でもう一テントなど嬉しい使い道が待っています。ではここからはキャンプにおすすめな軽自動車5台を紹介いたします。ホンダ N-1。 助手席と後部座席を収納すると床面がフラットになり、荷物の積み下ろしに便利。荷室も最長距離 2.6 メートルと長く、
車中泊でも余裕を持って足を伸ばすことができます。また助手席側のセンターピラーがないので、大きな荷物や長い荷物でも楽に積むことができます。ホンダ独自の安全機能ホンダセンシングでブレーキやステアリングを制御してくれるので、安全性も非常に期待できます。価格は127万6000円からラインナップされています。 N 版ならラクネル N 版がおすすめ。先ほどの N 版をホンダディーラーが本気でキャンプ仕様に仕上げたのがラクネル N 版。先ほどのノーマル N 版は助手席のみ倒れましたが、ラクネルの場合は運転席まで倒れます。フルフラットにすれば大人2人が楽に寝られるので、キャンプに限らず車中泊も OK。 また電源も搭載しているので、キャンプだけでなく非常時の避難場所、電源ユニットとしての活用もできます。ではラクネルのスペック一覧を見てみましょう。1フルフラットベッド、2基本電源ユニット、3室内電源集中スイッチパネル、4サイドテーブル、5 LED 室内照明、6 AC100V 外部電源入力。さらにオプションとして以下装備がラインナップされます。18リットル冷凍冷蔵庫、ソーラーパネル、 FF ヒーター。ホンダディーラーが作っただけあって、車検はもちろん OK です。本体価格は227万6000円から。スズキスペーシアギア、ギアという社名が付けられている通り、アウトドアを楽しむために作られた車です。撥水加工シート、汚れた荷物も気にせず詰める荷室スペース、細かいものが入るポケット多数、家族でも車中泊を楽しめる多彩なシートアレンジが特徴です。視界も広く、シートポジションも疲れにくいので、運転が苦手な方にもおすすめの1台です。価格は180万2900円から。スズキジムニー、過酷な環境にも耐える走行性と唯一無二のデザインで人気の車です。荷室が狭く、4人乗車すると荷物がほとんど乗らないので、大人数のキャンプには不向きですが、舗装されてない道や雪道などアウトドアでは頼りになる1台。シートを倒してもフラットにならないので、車中泊には向いていないと思われがちですが、マットを敷いたり専用のベッドキットを使用すれば、想像以上に快適に過ごすことができます。価格は148万5千円から。ダイハツタント、シートの自由度が高く、車を降りずに車内を移動することができます。 N 版と同様、センターピラーをなくし、乗り降りや積み下ろしもスムーズ。両手が塞がっていても開閉可能なスライドドアや、その他の便利機能で、お子様がいるご家庭や様々なグッズを積んでキャンプに出かけたい方にもおすすめの1台です。価格は124万3000円から。スバルサンバーバン、シンプルな構造のバンタイプで、荷物の積み下ろしもスムーズ。無駄な装備を省いた低価格も魅力です。後部座席を収納すると、荷室は195センチ、高さは120センチ。身長の高い人でもストレスなく車中泊が可能です。荷物を固定するフックやネットがオプションで用意されているので、用途に合わせたカスタマイズができるのも嬉しいポイント。低価格といっても、安全面では手を抜かず、車だけでなく歩行者や障害物を検知し、警報や自動ブレーキで減速してくれるスマートアシスト3が装備されています。価格は104万5000円から。さて、今回のキャンプ車中泊におすすめの軽自動車特集、いかがだったでしょうか。大きな SUV を買わなくても軽自動車で十分キャンプが楽しめるとお分かりいただけたでしょうか。コンパクトな車体いっぱいに荷物を積んで
出かけましょう。では今回ご紹介したテーマ、気に入っていただけたらいいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今日の内容はカーデイズにも記事がありますので、ぜひそちらもご覧ください。澤すみれがお伝えいたしました。また会いましょう。さようなら。